レーブ D、MC1 に、レッド、パープル、2色のカラーバージョンが新登場。MC1 に、待望のカラーバージョンが最終生産品として数量限定にて新登場します。発売は2月末の予定となっています。最高のトラクション性能を発揮するメインシャーシアッパーデッキ、バーティカルデッキには2.5ミリ厚のカーボン素材を採用し、ピッチング・ロール剛性を最適化。剛性を維持しつつも極限までの軽量化に成功したアルミ製ギアケースは、ギアダフユニットが容易に脱着できる構造とし、抜群のメンテナンス性を実現。新構造を採用したモータープレートは、スパーギアユニットを取り外すことなく、3段階のモーターの高さ選択が可能となり、セッティングの変更も容易になっています。MC1 は、YD2 シリーズに対応させるため、ステアリングシステムに合わせて選べるように、スライドレック仕様、ベルクランク仕様の2種類をラインナップ。アッパーデッキ以外は全て同じ構成。また、ほとんどのレーブ D 製パーツが装着可能となっており、手持ちのパーツはそのまま装着できます。MC1 スライドレック仕様 YD2 用39,600円税込み。MC1 ベルクランク仕様 YD2 用39,600円税込み。MC1 レッドバージョン YD2 用43,780円税込み。アッパーデッキはスライドラック用、ベルクランク用の2種類が付属。限定生産品。MC1 パープルバージョン YD2 用43,780円税込み。アッパーデッキはスライドラック用、ベルクランク用の2種類が付属。限定生産品。MC1 はコンバージョンキットです。別途各種 YD2 キットが必要となります。別途パープル部品の単品販売はされません。それではまた次回お会いしましょう。